その非正規労働者の平均年収が168万円と言われます。私服部良一です。これを12で割りますと14万円、月14万で皆さん貯金ができますか？でしょうね。やっぱり月14万です。まあ親の家に住んでる若者だったら家賃はいらない、まあそういう方はいいかもしれない。しかし家賃も払ってね、食事もして、ですから若い人がもう年金も払ってない、保険料も払ってない若者が大勢いるんですよ。皆さん、こんな社会はやっぱりおかしいんじゃないんですか？格差が広がってます。1億円以上の金融資産を持ってる人が100万世帯を突破した
増えてるんです。しかし皆さん、貯金もない、財産もない、そういう方が3割を超してるって言うんですよ。皆さん、格差が広がる社会はやっぱおかしいんじゃないですか、皆さん。一体政治は誰のためにあるんでしょうか。金持ちのためにあるんですか。富裕層をますます豊かにするために日本の政治はあるんですか。安倍さんはそういう政治をやってるんじゃないんですか。だったら我々は安倍政権にノーの声をこの衆議院選挙で突きつけていこうじゃありませんか。私この豊中から立候補している服部良一です。豊中選挙区服部良一、どうかよろしくお願いします。土井忠さんが亡くなりました。私が前国会に当選させていただいた時も土井さんが選挙会に乗ったり応援をいっぱいやっていただきました。先月土井さんのしのぶ会で、調書も読ませていただきました。私は土井さんの墓前に誓いました。憲法9条だけは絶対に変えさせない。そして日本を絶対に戦争できる国にはしない。そのことを土井さんの前に私誓ってまいりました。私たちの親の世代、この前11月1日菅原文太さんも沖縄で演説をされてました。県知事選の応援です。突然亡くなって私も非常にショックでした。沖縄で菅原文太さんこうおっしゃってました。政治家の役割は国民を飢えさせないこと、そして戦争をしないこと。まさに皆さんそうですよね。安倍政権の中で本当に年金が3万4万しかなくて、この冬の寒い時に冷房暖房もつけないで部屋で閉じこもって頑張ってるお年寄りの皆さんもおります。日本憲法、私たちの親の世代はもう戦争はこりごりだ。私は小さい時いつもそれを耳にタコができるぐらい聞いてたんです。親から戦争はこりごりだ。皆さん、憲法9条だけは絶対に変えてはなりません。私は今回の選挙がこの憲法の問題が全く争点になっていない、そのことを大変心配をしています。そして自民党安倍政権にこの選挙を勝たせたら消費税がどうのこうの言いながら結局は憲法9条を変えていくんです。ですからこうしたやり方を絶対に許すわけにはまいりません。私は今回の衆議院選挙、命、そして暮らし、平和、この3つを皆さん方に訴えて選挙戦戦っております。今の世の中ほど命が粗末にされる社会はありません。しかしそれは一人一人の個人の責任ではない、やはりそういう世の中を作ってきた政治の責任ではないですか。福祉を切り捨て、労働者を切り捨て、弱者を切り捨て、そういう政治を我々は許すわけにはいかないんです。ですから私服部良一、命を大切にする政治、そして皆様方の生活、福祉、雇用の再建のために、そしてまた何よりも日本国憲法を絶対に守って平和な外交、そして平和な日本を作るために私服部良一全力でこの衆議院選戦ってまいります。明日は投票です。いよいよもう選挙戦も今日が終わりになりました。今日は本当に今まで支えていただいた多くのボランティアの皆さん、そして支持者の皆さんがお集まりいただきまして、この場で改めて御礼を申し上げます。そして明日の選挙戦、豊中選挙区は服部良一、服部良一を勝たせてください。国政選挙はこの2年間の与党の政治に対する審判です。その審判が維新でいいんですか。ましてや次世代の党でいいんですか。やっぱり服部良一でしょう。やっぱり命でしょう、暮らしでしょう、平和でしょう。どうか豊中の皆さん、選挙区は服部良一に皆様方のご支援を
いただきますように心よりお願いをいたします。そして私が近畿から通るためにもどうか近畿中から社民党の票をかき集めてください。私が前回当選した時は42万票の社民党の票が近畿でありました。だから一歩でも二歩でもその票に近づくようにどうか社民党を応援してください。そしてこの近畿から平和の意識的を何としても国会に送っていただきますように私がその代表として全身全霊頑張ってまいります。どうか服部良一をよろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。戦争をできる国にしてはいけないということを先に持ってやらなければ
開してやる。それが今回のステージです。そのことを私たちはもう一度考えたい。そしてその私たちの思いの代表者として服部良一、服部良一さんをこの豊中から挑戦局で国会に送り出していくこと、その決意をもう一度皆さんとしたいと思います。そしてもう一つ訴えたい。これは一つの党が巨大だということは、小さな声を聞かない社会になるということです。私たちは一生懸命働いている、汗水流して働き、非正規でもアルバイトでも、そして年金がどんどん減らされて日々の暮らしにしんどい人たち、そういう人たちの声は聞かない。金持ちの大企業もどんどん企業献金を自民党にするようになりました。一部の限られた人たちの声だけを聞いて政治が行われていくのが一強体制です。それが体制抑散会と戦前の姿と全く同じです。そのことを私たちは考えなければいけないです。民主主義というのは時間がかかります。でも時間をかけて皆さんの声を聞いて、暮らしを知り、明日の不安を知り、そして未来のことをしっかりと語り合っていくためには、イケイケどんどんの政治が一番早く入ってくるよ。 98% の私たち庶民です、市民です。そのことをもう一度皆さんと共に考え、明日の一致を密着してもらいたいと思います。私は今宝塚の市長をしていて、生活保護がどんどん増えてくる、虐待も多い、不登校も多い、そして年金の最低の年金額で一つのお弁当を一日3回に分けて食べてらっしゃる方たちの声を聞くときに、アベノミクスというのは全くどこか知らない国についている一部の風のように思います。介護保険料も上がる、そして電気代も上がる、ガス代も上がる、水道代も上がる、年金は上げる、給料は上がらない、毎日の仕事がしんどくなる一方、そんな中で暮らしを守る、命を守る、そのために服部良一、服部良一さんもこの選挙区から豊中から国会に送ってください。そして利益は社民党、小粒でピリリと、はい、今は小さくなりましたが、土井貞子さんが懸命に市民との絆を大事にして作ったのが社民党です。9月8日に亡くなった土井さん、きっと天国から皆さんに服部さんをお願いしたいと言っております。土井さんの声が聞こえるならば、社民党をきれいに組め、服部さんの一二席同時にこの豊中で土井貞子の声を聞いて、平和への道、そして暮らしを守る服部良一さんにぜひともご支援のを広げてください。人気がかっこいい、どこにでも飛んでいく素晴らしい政治家です。ご支援をお願いして、私からの応援のお気持ちいたします。宝塚市長の方がトップでした。Yeah.